よし、今日もお昼ご飯作っていきたいと思います。というわけで今回はマルハニチロの煽り炒めチャーハンじゃなく日例の本格炒めチャーハンの方を食べたいと思います。世界で一番売れている冷凍チャーハンだそうですけど、日本以外でも売ってんのかな。でですね、キャロリーの方は213キロキャロリーで450グラム入っておりますので、約もう900キロキャロリー、1000キャロリーほどありますね。一袋。まあ、2人前なんでね、多いでしょう。こだわりの一等米、北海道産ではそうですよ、お米。あれかな、夢ピリカかな。うん、夢ピリカやったっけ。まあ、早速ね、やっていきたいと思います。レンチン、一袋で、8分30ですね。はい、やっていきたいと思います。よし。はい、とりあえず8分30なんで8分だけして、またいつものようにフライパンで炒めたいと思います。ニンニクとかも入れたいな、やっぱりね。ちょっとニンニク入ってるの美味しいですよね、チャーハンって。よし、結構な量、ただちっちゃくなります。レッド吉田風に言うと G コンパクトです。ではこのままでレンチン8分したいと思います。そうしたらごま油入れときます。はい、よし、ニンニク2かけ分。はい、よっしゃ、終わり。レンチンできました。さあ、あとは強火でさっと、強火か中火ぐらいでいいかな、さっと炒めます。で、まあ炒め方のこととすれば、まあ IH とかだと火力が弱いんで、こう平べったくして片面ずつ焼くって感じかな。まあとりあえずニンニクが混ざってないんで、先一旦混ぜましょう、油とね。で、あんまり炒めすぎるとパサパサになるんですよ、パラパラというよりかは。だもんで、ちょっとしっとりさも残す方が俺はいいんじゃないかなと思ってます。よし、このままちょっと炒めます。炒めて、このままちょっと放置します。よし、そうしたらひっくり返します。うん、ちょっと焦げ目がついてていい感じ。まあ1分半ぐらい強火で片面ずつ焼くって感じかな、とりあえずね。それを何回か繰り返す。まあ3回ぐらい繰り返せば OK じゃないかな、多分。ほら、結構パラついてきた。で、焦げ目もついてうまそう。うん、よし、3回ひっくり返しましたら、ひっくり返して混ぜましたら、まあこれぐらいになりますんで、まあもうこれぐらいになってればいいと思います。はい、完成。よし、やっぱちっちゃくなったな、やっぱりちっちゃくなった。ジコンパクト。そしたら紅生姜乗せときましょう。チャーハン紅生姜いいよね、なんか雰囲気が。キムチもあるんで、ちょっとトッピングしておきましょう。よし、そしたら今日はナスと玉ねぎとしめじの中華スープ、醤油味です。入っているのは、塩コショウとシャンタンデラックスと醤油少々でございます。はい、というわけでこれで食べたいと思います。はい、どんぱてもす協会でございます。というわけで本日は世界一売れている冷凍チャーハンじゃい、日本以外でも売ってるんかな、どうなんかな、です。ありがとうございます。ずれてきたわ。で、あとはこれナスとしめじのと玉ねぎのスープです。ちょっと、はい、というわけでね、いただきたいと思います。いただきます。
今ね、ちょうど一日のルーティン動画を撮っております。マニアチャンネルのちょっとリニューアルに向けてね。じゃあ早速いただきます。スープからいただこうか。醤油スープ、うまい、うん、やっぱシャンタンデラックス入ってるそれだけでうまいです。うん、ちょっと汁物でね、腹の満たしをねしようかなと。玉ねぎは4分の1玉、しめじはちょっと、で、ナスは冷凍の揚げナスです。じゃあチャーハンいただきます。絶対ね、レンチンしてからね、ちょっと炒めた方が美味しいですよ。うん、あ、結構あっさり、ニンニク入れたからちょっと香りはね出てますけど、うん、これが世界一売れてるチャーハンか。海外でもじゃあ出てんやろな。そもそも冷凍チャーハン自体は日本人があんま食わへんっていうのもあるんじゃないの。だからまあ日本一イコール世界一みたいな。あ、お肉おいしいね。入ってるお肉おいしいね、チャーシュー。うん、いつも煽り炒めチャーハンね、マルハニチロの私は推してるんですけども、最近おっさんになってきてか、あの味の濃さと油の感じがちょっと重いかなと思うようなお年頃になりまして、うん、もしかしたらこっちに変わっていく可能性はなきにしもあらず、うん、ニンニクはね入れた方が美味しいんじゃないかなと思いますけども、その辺はお好みで。気分やろな、マルファイに切ろうか綺麗か。うん、悩ましいどっちを食うか悩ましい、うん、まあ、本当だけどあれやね、腹めちゃめちゃ減っててがっつり食いたいなと思ったらマルハニチロの香り炒めチャーハンかもしれません。でもその日のうちに、でもその日のうちにね食べないからわからんな、両方とも買っとこうか。うん、こんなスープ100キロカロリーぐらいやから多分合わせて1100キロカロリーぐらいだね。さすがにね1日1400キロカロリーに抑えるとは多分難しいんでいつもより減らすでいいかなと思ってます私的には。
本日は、まあ今日公開しないと思いますけど、多分。マニアチャンネルリニューアルに向けて一応テスト動画ということで、仕事のある日の一日ルーティンを、撮影しております。ただ今日仕事暇なんだよね。こうやってね、この前の週末がっつり働いた分がね、チャラになっていくんですよ。今日は朝の6時からエアコンをつけておりますので、涼しくて非常に快適でございます。でも室外機に水ぶっかけたらいいっていうのがあったんで、涼しくならなかったらかけに行こうかなと思ったけど大丈夫でした。でも汗は出るね、夏だから。というわけで今日もちょっと麺類なしですけども、ニチレイの本格チャーハン、世界で一番売れている冷凍チャーハンをいただきました。というわけでごちそうさまでした。皆様あと2日、今日入れて2日頑張ってくださいませ。ほな。